ル87ヤードパー3です。短いですね。チャンスホールですね。チャンスホールですね。今日はちょっとピン奥で95ヤードあるみたいなので。あ、なるほど。はい、ピッチングで打ちます。はい、オッケー。オッケーです。日向はやっぱ暖かいですね。暖かい。そうだ。OK です。結構強く打ったなと思ったけどちょうど良かったですね。ブレーキしましたね。OK、うん、です。はい、ボギーですね。悔しい、残念ながら。よし、では5番ホール490ヤードパー5です。はい、ここは長めですね。ですね。はい、よいしょ。ありがとうございます。よし、当たりました。よかった。じゃあセカンドショット5番ウッドで打ちます。うん、いい、いいですね。ナイス、進みました。ナイス。よし、難しい。よし、行きます。おー、ナイスショット。越えろ、バンカー越えろ。え、見えなかった。どこ行った？池ですね。池？はい。嘘？結構いい感じに飛んだのにね。めっちゃいい感じに飛んだんですけどね。あ、そう。ちょっとかな。なんかあるのかな？池。池の場合。池の場合は。ない？もしかして。今3打目が池に入ってしまいまして、ドロップエリアを探してたんですけどちょっと見えなかったので、本当はあっちから打つはずなんですけども、進行の関係上こちらから5打目を打ちます。46ヤード56度です。はい、なっちゃうと寒いですね。寒いですね。でも晴れてよかったですね。そうだね、うん、おお、お、お、
おナイスです。はい、でもダボですね。はい、では恒例のコメント読みをしていきたいと思います。これも前回の続きですね。新一さん、レディースのジャックバニーのコーデめっちゃ可愛いとコメントいただきました。ありがとうございます。ジャックバニーさんのスカート私もすごい可愛いなと思って、今回コーディネート組ませてもらえてすごい楽しかったです。はい、で1000710さん、高評価とグッドボタンを押しました。素敵なコーディネートでしたねということですね。はい、間違えちゃったことをみんな知ってるってね。みんなに気づかれちゃいました。はい、今日はちゃんと言えるように、言えるといいなエンディング。はい、皆さん本当にいつもコメントありがとうございます。やって読むのすごい楽しいですね。もう、はい、もっといっぱいコメント入れてもらえたらいい、ね、そうですね、皆さんの読めたらいいなって思います。はい、ぜひコメントお待ちしているので、どんどん書いちゃってください。わかりました。はい、お願いします。はい。では行きましょう。6番ホール304ヤードパー4です。ちょっと右に曲がってるよねコースね。曲がっちゃうんですか。多分コースあるはあるんじゃないか。でもなんか落ちてきた。うん、なんか当たったよね。当たって落ちたっぽい音。はい。行ってみましょう。はい、行ってみます。大丈夫、あそこだったら狙えるから。難しいな。9番で打ちます。はい、はい、挑戦ですね。なんか思った以上に飛んだな。遠くなっちゃった。ドンマイス。いや、じゃあナイスオン。ありがとうございます。